皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回は海外の学生さんが、わずか9週間で作ったというこちらのホラーゲームをプレイさせていただきたいと思います。9週間でホラーゲームを、半端ないね。最近の若いもんはやりおるのう。で、9週間でゲームを作るのってどれくらいすごいの？まあいいや、早くゲームやろうよ。せやね、それでは早速やっていきましょう。お、始まった。それで一体どういうゲームなのよこれ。幽霊が出ると噂の廃墟を調べるゲームらしい。それで前方に見える白い建物がその廃墟ってわけね。雰囲気がバイオハザード7っぽい。リアルだね。築1年といったところかね。それにしてはボロボロすぎない？それ以前に廃墟なんだよな。お前が築1年とか言い始めたんだろうが。鍵がかかっとる。入れないなら仕方がないね。帰りますか。帰っちゃうのかよ。あの車でここまで来たのね。あれ？あんな小屋あったっけ？なかったような。怪しいですねー。物置的な感じなのかな。物騒なものがたくさん置いてあるぞ。言うほど物騒か？鍵だ。これで入れるね。こんなわかりやすい場所に鍵を置いておくなんて。わざとらしすぎるぜ。廃墟に誘われてるんですかね。それなら最初から鍵を開けておいてもらいたいもんだ。確かに。これで鍵があの扉のじゃなかったらマジウケるんですけど。ここの扉の鍵で合ってたわ。やっぱり廃墟とだけあってくらいですな。今にもお化けが出てきそうだわ。これ入り口の扉勝手に閉まるやつだ。本当だ閉まった。今のは用務が閉めたんでしょうが。バレたか。バレバレだわ。中へ進みますか。誰の写真だろう。誰のガレ明美？どう見ても違うでしょ。電話がある。ここら辺は PT っぽいね。いろんなホラーゲームから影響を受けてるのかな。ここはキッチンか。汚いね。業務の顔並みに汚いね。それ傷つくからほんとやめて。へえ、傷ついてたんだ。当たり前でしょうが。この先はリビングかな？どの扉も鍵がかかってますな。またどこかに鍵が置いてあるのかな。それとも他に先へ進めるルートがあるのかも。ひとまず行けるところすべてを調べてみよう。この扉もダメか。体当たりとかで壊せないのかな。どこのアクション映画だよ。お。珍しく扉が開いたと思ったら浴室か。海外の浴室ってトイレとセットなことが多いよね。ホラーゲーム定番の便器だ。くそー、影で中まで見えない。サボッタリングすごそう。クソのこびりつきは見られないね。主人公が近づいても全く動じないゴキブリくんたち。これといって役に立ちそうなものはなかったね。となるとここからどう進めばいいんだ。2階あるやんけ。なんだ？急に電気が消えましたね。手持ちのライトも動かないみたいだ。今うめき声みたいなのが聞こえたぞ。お、奥に誰かいるのか？さっきまで閉まってた扉が開いとる。ブレーカーが落ちてたみたいだ。薄汚れた服がかかってるね。汚れ具合もなかなかリアルですな。しかし一体誰がブレーカーを落としたんだ。あのうめき声の主やろな。恐ろしい場所に来てしまったものだ。お化けがいるって噂は本当だったのね。嫌だな。怖がってても仕方ないし先へ進みましょう。はい、五郎さん。あら、ここの扉も開いてるね。リビングルームだ。また写真が飾ってある。男性の顔だけ黒く塗りつぶされとる。さっきの写真の女性とはまた別の女性が写ってるね。家主はプレイボーイだったのかな？古いタイプのテレビだ。ほほう、家主は SM ものが好きだったようですね。どこをどう見たら卑猥なビデオに見えるんだよ。ブレーカーを戻したからテレビがついたのかな？そう考えるのが妥当でしょうな。一回は調べ尽くしたし2階へ行ってみましょうか。電話だぁ。こんな廃墟に一体誰が？しもしも、ピザハットさんですか？なんだよしもしもって、それになんでピザ頼んでんだよ。いやー、お腹が空いちゃってさ、それにせっかく廃墟に来たんだし廃墟パーティーでもしようかなと思って。そんなパーティー今まで一度も聞いたことないわ。まあ、結局誰も電話に出なかったんですけどね。電話に誰も電話。うん、今何か言った？いえ、何も言ってません。2階にある扉も鍵がかかってるのね。絵が飾ってある。さっきの写真といい、この絵といい女性大好きなんやな。たまたまかもしれないでしょ。何がたまたまなのよ、たまたまはついてないでしょ。そういうことじゃない？たまたま女性の絵と写真が飾ってあっただけで女性大好きとは限らんでしょ。ちょっと何言ってるのかわかりませんね。もういいわ。これはラジオかな？
主人公が独り言言い始めたぞ。録音されてた音声が再生されてるんじゃないの？なんだ今の音？廊下を走るような感じの足音だったね。確実に我々以外の何かがここにはいる。さっきの絵が飾ってあった場所に繋がってるのね。ここは何だろう？クローゼット？衣装部屋？鍵かかっとるわ。あら？なんで急に電気消えたん？様子がおかしいぞ。入ってきた扉も鍵がかかってる。何かが近づいてきてない？は、入ってます。トイレの個室みたいに言うのやめーや。さっきまで閉まってた扉が開いてる。この家どうなってるんだ？これさっきの扉のところまで戻れば誰がコンコンしたかわかるんじゃないか？さすがにもういないでしょ。我々のこと待ってるかもしれんで、行くだけ行ってみよう。いないか。こんなはしごさっきまでなかったよね。屋根裏部屋のはしごか。このはしご、扉コンコンしたやつが使ったに違いない。毒ガスっぽい何かが足元に充満しとる。扉の先から来てるように見えるけど。何の絵だ？ポッキーをデザインに変えたのか？嫌な予感しかしない。いかにも人が監禁されてそうな場所だね。こわ。これ入って大丈夫なやつなのかな？大丈夫じゃないやつだ。あら、無事だったんか。いつの間にか外にいるし。あの女性のお化けみたいなのがここまで運んでくれたのかな？悪いお化けではなかったのか？一応逃がしてくれたみたいだけど。危険な場所だからはよ立ち去りなさいってことなのだろうか。もしかしたらあの廃墟にはさっきの女性の他にもお化けがいたのかもね。女性はいいお化けだったけど、他のお化けはそうではないんだろうね。あの顔が黒く塗りつぶされた男性のお化けとかもいたかもしれないね。ふむ、妄想が広がりますな。ということでこれで終わりのようです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。